はい、こんにちは、ブルホースです。本日もね、やっていきましょう。はい、ということで、ちょっとね、すぐ謎解きをね、ちょっとある程度先に、まあなんか謎解きっていうか、なんか、まあやれることをちょっとやっといて、アイテムのね、なんか少しでもちょっと浮かせておきたいななんて思ったりするんやけど、まあいかんせん、こんなベラ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 喋りながらやっとったらね、全然うまくいかないっていうのが僕のね、相変わらずのオチではあるんで、まあもう皆さんね、なんか、こんなん合ってるけど、やってるけど、まあどうせ、ブルホースうまくできへんから、まあまあええわってくらいに、まあ、ちょっと流しといてもらえたらな、とは思います。はい。笑ってごまかすな。先生。ルークはナイトの隣、キングはクイーンと関節ケースの魔法はナイトはそこ、あそこ、あそこ、あそこ。もう、やらしいわ。一人で何言ってんのってなるな。そらそうだ。そらそうだ。OK。まあまあ、ちょっと今回でどこまで進めていけるかだよな。まあちょっと、どうなるか、どこまで進めていけるかっていうのは、まあぶっちゃけわからないところではあるんだけど、まあまあまあ、ね、まあ、そんなに臆せずできるところまでパパッとパパッと進めていければと思うんで。地下って結構ね、個人的にはそのゾンビの配置とかでランダム要素とか多いんだよな。まあ、警察署の西の通路とかも個人的にあんまり好きじゃないんだけど、そこと比べてもやっぱり、なんかゾンビの配置とかさ、じいちゃんとかのさ、じいちゃんって言い方したらなんかもう、なんかね、グランパのイメージになっちゃうけどさ、そういうのとかと比べてどうかっていうのもあるからね。まあ、じゃあとりあえず、今日はまず、行かなきゃいけないところがここじゃなくて、右の方に行って、右っていう感じで進んでいかなきゃいけないんで、ほいっと、で、ジャボーン。そしたら、右の方から、左で、まっすぐ突っ込んできて、G がうわーってなって、うわっしょんで、ダッポーンで、ザーンって出てくる。から、登っていって、ほいっと。これ多分、あれだな。どうやって回すのよ、それで。ね、多分、このコルク線じゃねえや。缶抜きを取ったじゃ、缶抜きでもないな。まあ、ワインオープナーか。を取った時点で多分あれなんだろうな。ああ、ここでマグナムだね。そうね。こいつがね、ごめんなさいね。で、じゃあ、もうくるくるっていうから、ほい。ほい。よし、こと。こと多分まだ生きてるから奥来てないゾンちゃん生きてるね。そりゃそうだな。あ、そうか。でも音が小さいから前回の表編の時はやっぱハンドガンの弾がドバドバまあ、ドバドバされる方だと思う。この動画は健全な動画でございます。いかがわしい発言等に関しては一切お控えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。奥の方にいるのか、手前はいないよね。いないな。じゃあこの銃やっぱあれだな、音が小さいからゾンビ気づいてないんだな、これな。まあ弾はまだまだ豊富にあるから大丈夫って。で、ブローバック。メリアー、生きてる。え？ちょっと待って、上から降ってきた。親方、ゾンビが上から降ってきた。そんなバカなことがあるのか。だって実際に今、ジャイアンが降ってきた。気づいてねえし、めっちゃこっち見てるけど気づいてねえし。オッケー。はい。ブローバック。俺普通に警察署、ハイディングプレイスで戻る必要ないと思うんだけどな。だってハイディングプレイスで出てくるって言ったら、エーデルワイス？違う。なんだっけ？おう、チックにいたの。じゃ、とりあえず、はい。で、頭を粉々に砕いて差し上げます。で、そんなことよりも君だよ。え、君も生きてるね。はい。おはよう。あ、なにこれ、ジャイアン兄弟。ジャイコジャイアン。ジャイコって、なんて名前なんだろうな。ほら、ジャイアンって本当はタケシじゃないですか。
ゴーダタケシでしょ。やばい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 。おー、ちょちょちょ。やばい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 。あ、なんか、すごいことになってる。ゾンビのクロスソウル。じゃあ、とりあえず君も、あ、とかすごいな、これ。あれだな、こいつは殺傷能力というよりは、あれだな、破壊力がすごいから、それで、なんだっけ、あ、ハードコアやるときなんかに、これを早々に回収して持ってった方がいいかもしんないね。まあ、でも、表辺の方が楽らしいけどね。ここは別にいいかも。なんかナイフ取りに行こうと思ったけど、今更ナイフ取りに行くのもめんどくさいし、いらないかなと思ったから、却下。いい、危ない、セーブ。じゃあ、上参ります。いい。どうしよっかな。今更これ戻ってもめんどくせえしな。アイテムパンパンやしな。取ってほしくないし、もういっか。いっか。ごめんなさい、ハイディングプレイスめんどくさいんで、もう却下します。ゾンビのメドレーが起こってる。ああ、君だけなんか一人仲間外れにしてごめんね。まあそういうこともある。許して。じゃあ戻っていきましょう。ということはこれこのままあれか、謎解きさえスッとうまくいけば、なんだっけ、いる、これもしかしてあれか、奥の方でムニュムニュワチャワチャやってるだね。かわいそう。ああ、なんかむき出しにしてたけど、じゃあもうやっちゃおうか。ディトゥー、うん、ネストまで行っちゃおう、このまま。ふっと、結局あいつずっと酔っ払って寝てるもんな。どんだけ強烈なアルコール体にあのあれなんだろうな、入れたんだろうな。この間の桃の雫をちょっと飲んだだけでも顔一瞬で真っ赤になったもん。おちょこ一杯分くらいかな、飲んだだけでもう相当えぐいことになったけどね。っていう、まあそんな話はどうでもよくって、どうしよう、何で行くべきかな。まあ、ちょっと火炎放射器も余裕があるし、ほんと一発でいけたらいいんだけど、どうだろうな。まあこの辺りでいっか。まあ別に、まあマシンガンも今ある弾全部ぶち込んだらなんとかなるっしょ。うん、ちょっと待って、超高13弾ちょっといる。13くらいちょっと浴びせとく。前回パートでめちゃめちゃ余ったもんな。前回パートってか、あの前回の表編でめちゃめちゃ余ったから。まあ、いっか。まあ、ね、ちょっとくらい。ね、さて、謎解きタイムなんですけど、多分これでは。あ、いったいったいった。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。みんな褒めたたえて、あがめたてまつりたまえ。さあ、行こうか。で、まあ、ここでとりあえず回復アイテム1個手に入るし、まあ、硫酸弾もね、一発二発ズンズンってやっといて、で、なんとかね、なるかと思うんで。よし、で、これでアイテム全部組み合わせてしま、あれ？あ、なるほどね。一回閉じちゃうのか。OK。で、パチパチパチと。どれだったっけな？これ違う。あ、違ったわ。違うな。あ、めっちゃいったわ。あ、そういうことだったね。オッケー。じゃあこれパチパチっていったんで、じゃあ戻りましょう。チェリー待ってて、種付けされちゃったシェリーちゃんかわいそうに。ママが種付けしてあげん。よし、じゃあ待機待機。で、ここで待ってて。お、ちょっと待って、そんな前上から来んのかよ。びっくりした今。え？あ、もっとギリギリにいろよ、お前ってか。うわ、めっちゃ目見えてるわ。めっちゃ引っかかってるけど、引っかかりながらのドゥーンって、え、ワープ、一瞬で腕だけボーンって出てきてるけど、タイラントは左利きだからな、 G はあの右利きって感じなのかな。右半身と左半身の融合体。消えた。よし、今ので5発目だったのかな。いや、
シンプルにミスったわ今なんか恥ずかしい。 OK よっしゃじゃあ行きましょう。トゥル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 トゥ、やっぱり生きてたのね、そうで生きてたのよ。トゥルトゥルアタウナイトホース、進んでっております。うわあ影が見えた、降りてきた。ということで、はい、ポーチー。あ、ちょっと待って、近い、早い。え、待って、聞いてない。はい、こっち向いて、こっち向いて。差し上げます。あ、全然食らってねえわ。危ない危ない。これで、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 これで倒れてくんない?危ねえ、危ねえ。目玉が大きい。わあ、ちょっとその振り回し方危ないんでざんす。倒れた。よし、オッケー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 。プチッと。これ一発でいったら気持ちいいんだけど、一発でいくかな。この3つのダメージ与えてたから、これ。うわららららららら。よしよしよし。ガチャコン。いけ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 。よし、終わり。あっち、負ける。そうは。いかないよね。だいぶ燃えてるっぽいんだけどな。筋肉繊維とか赤まみれでめっちゃ出てきてるんだけど。やべ、カチャ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 。あ、ちょっと待って、痛い、でかい、早い。相手、ちょっと、え、は?うっそーん。アイテム欄開く間もなく終わらされたぜや。うわぁ、まさか、こんな、そら大ダメージ与えられるの知ってるがんすけどもよ。こんな始まり方ありか?うわぁ、マジか。ちょっと表辺に続いて、再びちょっとやられ、うわ、悔しいっていうか、ムカつく。ほら、お前、目玉直接硫酸ぶち込むよ。ほら、にゃら、お前、手加減しねえからな。ほら、燃えろ、燃えろ、燃えろ、ほら、燃えろ。これで近づけんだろ、ほら、ほら。力つけてる間に、ほら、もう一回やってるわ。もう一発ぶち込んでやろう。本当にもう。悔しい、腹立つ。今の、アイテム開けないとか、そんなことあるべや、マジで。ほら。ちょっと皆様に、みっともない、場面をお見せしたこと、多大なるご迷惑をおかけしたことをですね、謝罪申し上げたいというふうに。熱いの。あらあら、近づいてこ、近づいてこ、あらあらあら。え、燃えた、燃えてるね。はい、燃えてる、燃えてる。はい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 、燃えてる。押せない、押せないの、押せないの。ちょっと待って。これで、もし起き上がってきたときに、目つぶしパーリーファーッ。アンコールの時間よ。さあ、来るか、来るか。さあ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 。いってぇ、あいい、苦しい苦しい、あ、まぶしい、あ、私目玉大きいからもう無理、はぁーって、はい、おり。くそぉ、マジで悔しい。まさか、やられるとは思わなかった。いやー、はい、さよなら。だから今めっちゃ舌打ちしそうになってるの、こらえてるわ、頑張ったわ。まあそういうこともあるよね。うん、まあケチケチしちゃうとああなるから、なんだったら倒れてる間に火炎弾を2発ぶち込んで1発で落ちるっていう風にしとくべきだったのに、それをやらなかった俺が渋ったっていうのが、だから体力がどのくらい あるのかっていうのをね、ちょっときちんと把握をしないままにやっちゃったっていうのが問題なんで、これはもう全て私が悪うござんした、本当申し訳ありませんでした。ということで、懺悔の代わりにですね、テカテカおっぱいを見せつつですね、幼女を今から連れ去られたいと思います。幼女、幼女、シェリー、幼女のトーンがもう本当にただのロリコン変態野郎の言い方だったんだな。あ、でもロリコンとかって言うけどさ、もうさ、まあ確かにさ、その、なんだろう、助けに来たの、10歳かとかさ、12歳とか小学生とか手出したらまずいかもしんないけどさ、もうその性癖だもんね、仕方ないよね。だってね、もう救えないのよ。その中でトランスジェンダーで女性なのに女性が好きだったり、男性なのに男性が好きだったりとかさ、ね、熟女の方が好きだったとか、いろんなね、まずパターンもあるからな。それはもう好きとかさ、犯罪にさえ手を犯さなければさ、もう自由にさせてあげてって思うよね。うん、もしかしたら、だって本当に
20歳とか30歳でもさ、ほんと小学生とか中学生並みの体型の人だっているわけだからさ、男女に関わらずさ、うん、今これは本当に幼女だからダメだ、幼女っていうか児童か、で中高が生徒 で大学生が学生。シェリー、あなたを愛してるわ。まあ、そんなことはどうでもいいよ、ね、大学って大学校って言わないよね、大学だもんね。さよならシェリー、もう好きにして。冗談じゃないわ、冗談じゃないわよ。私が助けてあげる。男の道をそれると女の道をそれる、踏み外せるは人の道。ほっとけないでしょ。チラバモロともジーとともにネストで爆破してみせましょう、ホトトギス。殴ってもいいよ。ということでね、今からあのネストに向かいたいと思います。ネスト向かって行って、今、シェリーをね、預けたタイミングで、このパートは終わりにしたいと思いますね。まあ、こっからまだちょっと、もうちょっとあるか。うん。ね、まさか一発で行けると思ってなかったけど。謎解きもね、あの、真剣に考えれば、すぐ直してあげる。解けるんですよ。ゾンビいなくなってるよね、ほら。この状態でゾンビに襲われたら終わりだもん。もう少しだからね。おっぱい揺れてる？揺れてない。ネックレスしか揺れてなくない？どんだけカッチカチな下着つけてんだ。バストの強制力半端ねえなって感じだな。よし、ケーブルカーよ。そんなことばっかり言ってっからダメなんだよな、本当。エロ魔人だよな。まあでもなんかさ、最近さ、あの松神って知ってます？知ってます？あのもう今からかれこれ20年くらい前の番組なんですから、松本人志さんとさ、島田紳助さんが喋ってる番組なんですけど、松本さんの当時のその30代後半から40代にかけてさ、エロ爆発だもんね。俺は10年後にあんなエロいことをさ、テレビの全国放送で語るほどの性欲が残ってるかって言ったら自信ないもんね、さすがにね。40歳でしょ？うん、娘がだって小学校6年とか中学校1年生とか2年生くらいの子になってくるわけでしょ。一番上の子がね、まあ、一番上の子って一番上の子しかいないんだけどさ、今一人しかいないから、うん、なんかですね、まあなんかその性欲に変わるなんかその熱中するものって例えば娘の部活の応援に行くとかな、多分そっちの方向になってると思うから、なんかエロいこと考えたりとかシコシコしてるとかそんな暇なくなってくると思うんだよね。娘頑張れってなってると思う。それはもうなんかエロいとかそんなんじゃなくて単純に娘頑張れって、っていうのもさ、やっぱり僕ね、学生の頃さ、あの、ね、バスケで高校生、女子高生を教えてたっていう経験もあるから、なんかね、女の子の部活ってなったら、なんか男子の中熱が入って応援できそうな気がするもんね。誰や今、そんな、あの、色目っていうか、エロいこと考えてるって言ったやつ。そんなことは残念ながら決してない。珍しく。クレアがいなかったら、さあ、あのバイオのさあ、あのクレアの谷向いてポッパッパいとかさ、なんか ジルのやつとかもさ、ジルの方がなんかあの RE3 になったおっぱいおっぱいとか言ってるけどさ、あのそんなことばっかり言ってるような人間どもに考えてるわけでもないからね。もういらない。そこだけはね、ちょっと自分の名誉とプライドを守るために言っとかんとダメかなと思うんで、いいはい必死必死。ママにもらったのしてもね、ウロボロス。このタイミングがね、ウロボロスで、これでこの11年後か、ウェスカが暴れまくるってね。一緒にいてくれればそれでよかったのに。ウェスカも98の時点で38歳でしょ、とか49歳であの肉体だもんね。あなたのママは仕事が相当鍛えてらっしゃる。ねえ、シェリー、しっかり。もうそろそろあのシェリーもね、まあね、あのシェリーとさ、クレアがさ、もうあの今にもさ死ぬかどうかっていうのに瀬戸際のさ危ない話をしてるところさ、なんか何の話を繰り広げてるんだと思う。まあ、これがまあ僕の雑談なんで、こういうのが好きだっていう人はね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン教えていただけたらと思うんですけど、なんか今あの普通にキーボードを押しながらやっとったら勝手にするんで、まあ地下こんだけ地下掘っといてね、うん、すごいよね。どうやっても岩盤とか落ちないでしょ。まあ岩盤が最終的にまあ崩落しそうになってくるから、あのバーン爆発してわーってなるんだろうけど、まあ、爆発させ地下を爆発させることによって全てがもうあの、地面の中に埋もれててね、あの証拠隠滅って、もう掘り返したら結局何やったかって全部バレるんだけど、それの結果バレた結果2000何年かにはアンブレラが交通したっていう話なんだよね。ある一方が楽しみだ。どうなるのかね。3月も、まあ、でも10月の28日にその
ビレッジのね、ダウンロードコンテンツがあるっていうのは、まあいいタイミングなんじゃないですか。そっからだって5ヶ月後にはね、RE4 が発売されるわけだし、RE4 が発売されればね、またそっから 1,2 ヶ月楽しめるわけだからな。もう大人になってみて分かったよ。なんかさ、昔さ、ドンキーコング64とか、バンジョーとか、ズイとかさ、マトリックス、エンターザマトリックスとか、あのスーパーマリオ64とかね、そういうのってなんかもうなんか何年も楽しめたけど、今のゲームってなんか 1,2 ヶ月さ、楽しめれば OK だしさ、なんかダウンロードコンテンツで後から増やせばいいやっていうのは、そういうなんか感覚に陥っちゃってるからさ、本編が乏しいとかさ、なんかすごい謎を残すとかっていう傾向が高くなってきてるよね。バイオのビリッジでもそうだし、セブンの時もそうだったしさ、後から増やせばいいじゃなくてさ、一旦完結させて、ね、あの完璧にしておいてからの、やっぱりここなんか補足でやったら面白いんじゃねっていう、そういう考え方にしていかなきゃいけないんじゃないって個人的には思うけどね。うん、そういうのが RE3 なんかボリューム不足につながってさ、グレイブディガーなんかとかさ、なんかさ寂しいみたいな状態になっちゃったけど、それはいいとして、まあ、とりあえずね、アイテム推理をしてね、本パートね、終了としておきたいと思います。なんかめちゃめちゃ早口で喋っちゃったんで、今めっちゃ喉がパサパサしてるけど、とりあえずもう今残ってる大型拳銃はもう全部使い切ってね、終わろうというふうに思います。ということでね、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら嬉しいです。じゃあまた次回パートでお会いしましょう。お疲れ、バイバイ。